竹石晋也はモーターサイクルロードレースライダーである。1991年より参戦した鈴鹿8時間耐久ロードレースでの活躍が知られる。1992年には日本人初となるポールポジションを獲得し3位。1994年と1997年にも3位に入った。2002年を最後にレースを離れ自動車販売業に転身した。その後、 2008年に復帰し、2009年には2位に入る。2015年は j s b 千クラスで1999年以来となる全日本ロードレース選手権へのフル参戦となった。AB 辻の広し、鈴鹿八体はなぜ魅力的なのか。回帰するライダーたち。オーラバウト2015年2月2日閲覧。ガードナービーティー組。 史上最多週 V、日刊スポーツ、2015年2月2日閲覧。スライト、個人連覇。ホンダは2年ぶり。日刊スポーツ、2015年2月2日閲覧。伊藤、宇川組、日本人、ペア15年ぶり V、日刊スポーツ、2015年2月2日閲覧。鈴鹿八対0球。吉村鈴木の境、徳止め、青木組が優勝。 レスポンス、2015年2月2日閲覧。2015年モートルラート 39& 竹石レーシングプロジェクト。2015年2月2日閲覧。ありがとうございます。